結局砂上の楼閣だったんじゃないか、そう思っている人が多くいる。でもそれはとんでもない間違いなんだよと。はい、どうも皆さんこんにちは、真壁です。アメリカの投資家ジム・クレーマーをフォローしています。12月7日木曜日のマットマネーですけども、ジム・クレーマー、このいい外の景色見てくれって言ってるんですよね。今高いところにいるの見えるだろうと。どこにいると思う？今シアトルに来てて、このマットマネーどこからお送りしてるかというと、スペースニードルからだよって言ってるんですよね。で、そうですよね、シアトルのスペースニードル、僕もね、長男くんと二人で登ったことあるんですけども、シアトルのランドマークですよね。ジムクレーマー、こっからマットマネーやってるわけですけども、で、シアトルに来てるっていうことで、一日前のマットマネーはアマゾンの本社からやったりしてたんですよね。で、アマゾンの CEO のアンディ・ジャシーとかと喋ったりもしてたんですけども、で、ジムクレーマーね、やっぱシアトルにいるといろんなテクノロジーのことがどんどん降ってくる。で、結局のところ考えてたのがこれだと言ってるのがジェネラティブ AI なんですよね。結局これがすごいなと。やっぱりこのね、 AI 革命っていうのが株式市場の主要なテーマになっている。 AI について考えることがいっぱいあって、ここシアトルでもそのことずっと考えてるんだけどもとね。で、この日ダウはプラス 0.17%、 SP500 はプラス 0.80%、 ナスダックはプラス 1.37%。 ナスダックがね、一番上がった日になって、で、俯瞰するとね、これ SPY ですけども、10月の終わりから素晴らしく上がってますよね。 CPI でまた飛んでからじり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 上がってるところで、で、この日はナスダックが一番上がって、ジムクレーマーね、株式市場全体が上がるよりもずっと大きく上がった AI 関連株いっぱいあったよなと。で、今ね、 AI 関連ビジネスっていうのはこの業界の先駆者たちが技術を主流化した後の段階で、さあこっからどうやって商業化していくのか、今多くの会社がそこのところでできる限りのことをしている段階、面白くなってきたよと。で、その商業化どんどんいってる過程で株価もどんどん上がっている株がある。ジムクレーマーね、自分はこの AI 革命本物だと思っている。今は多少潜在的なことがあるにせよ、将来的には実際の大きな利益につながる、そのことを全く疑ってないよと言ってるんですよ。ただ多くの人々がね、 AI みんな言うけども、それ過大評価されてんじゃないのとか、で、その過大評価に基づく株価のラリー、ただの期待先行の実体のないあぶくのようなものなんじゃないの、そうやって思っていたり言ったりしている人がいる。そのことを自分は知ってるんだけども、ただ内心そう思ったりしている人、その人たちは AI 関連ビジネスの持続的ですごく強力な成長性を十分認識できてないんじゃないかなと。で、下手したらウォール街のプロでさえきちんと認識できてないのかもしれない。で、そのことがあらわになったのがこの日の一つの株の動きだと。そうだと、この日 AMD の株が 10% 上がったよなと。プラス 9.89%、 トーンと飛んだ。これね、株価俯瞰するとこんな感じですけども、ここのところですよね、飛びましたよね。ついにここのとこまで戻ってきましたよ。僕もね、 AMD 持ってるわけですけども、よしよしと思ってるわけですけども、ジムクレーマーね、なんで AMDこんな上がったのか。それは1日前に開発者向けのイベントで AI 向け半導体の新製品発表したからだと。そう、 MI300X だと言ってるんですよね。で、このね、 MI300X、 AI 向けの半導体で、それの最大手の NVIDIA のものに勝る AI 処理能力を持つと、そういう触れ込みなんだと。で、マイクロソフトとかオラクルとかメタプラットフォームズとか、そこら辺の大手もこの AMD の AI 半導体を採用することが決定している。で、何よりも大事なのはと、ジムクレーマーね、CEO のリサス、この AI 半導体の市場規模が今後4年間で4000億ドルまで膨れ上がるよと、そうやって言った。で、大事なことは、この4000億ドルっていう規模、すごいでかいねっていうこと大事なんだけども、それ以上にね、目を引くことは何かというと、リサスが8月になんて言ってたかということだと。リサ数は8月の段階では最大でこの AI 半導体の市場規模2000億ドルになるかもしれないと、そうやって言っていた。わずか4ヶ月でこの AI 半導体の市場規模の見積もりが2000億ドルから4000億ドルの倍になった。このね、規模と見積もりが膨れ上がる速度、ここに何よりも注目すべきなんだと言ってるんですよね。ものすごい勢いで産業が成長している。
そういうことじゃないかと。でね、AMD のね、この MI300X、リサスが発表したのは、NVIDIA の AI 向けの GPU の H100 っていうやつよりも、高速処理が可能になると。そうやってリサスは言って、じゃあね、NVIDIA と AMD はビジネス食い合うのかというと、ジム・グレイマン、それはそうじゃないと思った方がいいと思うよと。現実はどうなってるかっていうと、両方の会社がフルスロットルで全部生産したって、まだまだ満たせないぐらいの強い需要がある。自分は AMD の長年の大ファンなんだけども、だけど自分のファンドは以前 AMD は利確してて、今は NVIDIA 一辺倒になっている。で、ジム・グレイマンね、NVIDIA は別に、この AMD の発表で、自らのビジネスが脅かされたりはしていない。だってとジム・グレイマンね、この MI300X、今の NVIDIA のH100 よりも高速処理が可能と言うけども、だけど NVIDIA は NVIDIA で来年今の H100 の性能をぐんと上げた H200 出すんだから、 NVIDIA は NVIDIA で進化するわけで、で AMD、NVIDIA 両方合わせたってそれ以上の膨れ上がってる需要があるわけで、ビジネス食い合うわけではないから、だから AMD のこの発表あったって NVIDIA 株だって普通にプラス 2.40%この日上がってるだろうと言ってるんですよね。下がってないじゃないかと。で、ジム・グレイマンね、1日前のマットマネーはアマゾンの本社からやったわけだけども、アマゾンの CEO のアンディ・ジャシーと自分は喋って、で、アマゾンは自ら AI 用チップを製造しようとしている。で、実際に製造しているにもかかわらず、結局アマゾンのね、アマゾンウェブサービス、クラウド用にはNVIDIA の非常に強力なグレースホッパースーパーコンピューターチップが必要で、それを使用すると言っている。 NVIDIA と Amazon の関係性は強固なんだと。しかもね、クラウドへの移行っていうことにおいてはまだまだ多くの成長余地が残されてると言ってるんですよね。アンディ・ジャシーが言ったのは、今コンピューティングの 90% がまだオンプレミスで行われていて、まだまだ多くがクラウドから離れている。で、自分それ聞いて驚いたんだと言ってるんですよ。ということはね、今まだね、 AI 革命に取り残されている顧客たちはまだまだこれからクラウドに移行しなければいけないということで、でね、クラウドへの切り替えを行った企業の競争上の優位性っていうのはとても顕著だから、だから基本的にクラウドに移行するかしないかっていうのはビジネスを継続できるか死ぬか、そういう状況になるだろうから、ってことは結局今クラウドを握っているこれら3つの会社、ここからも素晴らしいだろうと容易に想像ができると言ってるんですよ。要はまだまだクラウド移行が進んでいく、そのクラウドのトラフィック処理できるのは実上3つの会社しかない。 AWS の Amazon と Google クラウドのアルファベットと、で、Azure のマイクロソフトだけだと。で、ジム・グレイマンね、ここでマイクロソフトの名前出てきたわけだけども、今、マイクロソフトっていうのは AI 分野において、まごうことなきリーダー。で、最近のこれがすごいよなと言ってるのが、AI のコパイロット機能ですよ。めちゃくちゃ成功してるよなと。で、ジム・グレイマンね、自分が多くの人と喋って理解しているのは、このコパイロットっていうね、この AI をベースにしたサポート。これは、ビジネスパーソンが仕事をより効率よくするための能力において他に匹敵するものがないぐらい無敵であるということだと。例えば新しいコンセプトを不動産投資家とかね、銀行が理解できるようにどうすればいいのか、ビジネスパーソンは考えなければいけない。その都度でね、そのビジネスのプロじゃなくても消化しやすい形にいろんな説明を翻訳しなければいけない。そうやって苦戦するビジネスパーソンがその手がかりとかインスピレーションを得るためにコパイロットに頼ることができる。ジム・グレイマン、自分はこのね、マイクロソフトの AI ビジネス大好きなんだと。で、シアトルに来て一段と感じるのは、今の実用的な日常業務の用途で、このコパイロットが他の製品よりもダントツで先を行っているということで。で、やっぱりマイクロソフトはオープン AI への素晴らしい投資が、マイクロソフトビジネス全体の AI 推進に素晴らしいパワーを与えている。で、じゃあね、残りの Google、 これはどうなのかということについてなんだけども、ジム・グレイマンね、多くの人が今まで Google について思ってたのは、あ、 Google っていうのはなんかね、 AI の分野でマイクロソフトみたいな競争相手に大きく遅れを取っているなと。チャット GPT とか出てきて Google 検索ダメダメなんじゃないか、そうやって懸念されてた時のイメージが色濃く残っている。だけどと、ジム・グレイマンね、ついに来ましたねと言ってるんですよ。
Google もジェネラティブ AI 向けの新しい大規模言語モデル、ジェミニ発表したよなと。いやー、僕的にはね、ジェミニといえばほんとセイントセイヤですけどね。サガですけども。まあそんなことはいいや。ジム・グレイマーね、Google のピチャイ CEO、このジェミニのことをなんて言ってるかっていうと、これはもうね、賢いソフトウェアというよりは、より便利で直感的な相談できる専門家、もしくは仲間のような存在だと、そうやって言っている。で、Google は今年5月に開催された開発者向けイベントで、現在、Google は Google 版のジェネラティブ AI を開発中であるとだけ言ってたんだけども、ついに出てきた。で、このジェミニの特徴っていうのは、マルチモーダルだということだと。マルチモーダルっていうのは、画像だけでうんぬんとか、テキストだけでうんぬんと、そういった形だけではなくてね、人間と同じように、画像、文字、音声、動画、そういうね、複数の要素を同時に扱うことができる能力。で、この Google のジェミニっていうのは、ゼロからマルチモーダルであることを前提に学習した、そういうジェネラティブ AI なんだと。しかも論理的な判断に優れている。ジム・グレイマーね、このジェミニのリリースとともに出された動画っていうのが驚異的で。でね、旧ツイッターの X のプラットフォームでもコードなしでね、このジェミニとバッチ処理を行うことができて、で、このジェミニのツールっていうのは、形、色、アイテム、動画、過去の知識、全部を認識して答えることができるんだと。ちょっと、これすごいからこの動画見てくれよとジム・グレイマー言って。で、このマットマネー中でも出してるんですけども。例えばと、こう、じゃんけんしている動画。で、これ何やってるかわかりますかって聞いたら、ジェミニは、あ、何やってるかわかるよと。これ、あなたじゃんけんやってるんだねと。すぐにわかる。動画を認識できる。形を認識できる。しかも、これ手でね、こうやって、蝶々の形を作った時に、このジェミニは、きちんと人間が何かをやろうとしてる手でっていうのを認識した上で、それはまるで蝶々のようですねと答えることができる。でね、よくね、影絵とかである指のこの形ね、これ犬の形で、ここ動かして口が動くようにと、そういう形も人間が手でこれを似せようとしてるっていうのを分かった上で、おっきい耳があって吠えている犬ですねと、ジェミニは答えることができるんだと。あとは、人が例えば、マトリックスのね、あの映画のね、弾丸を避ける真似をする。そしたらこのジェミニは、きちんと、ああ、これはあの有名な、マトリックスのシーンですね、と、いうことができる。例えば、アヒルに青い色を塗ってみたら、それはアヒルなんだけども、青い色ってちょっとなんかおかしくない？普通の色じゃないねとか指摘できる。じゃあこういう画像で、アヒルさんどっち行ったらいいのと尋ねると、それは左でしょ。仲間のところに行けるよと、熊の方じゃないよと、わかる。この二つの車、どっちが速いっていう問いには、空気抵抗が少なそうな右だと答えることができる。ジム・クレイマーね、ジェミニ、すごいよなと。だからこの日、アルファベット 5% 以上トーンと飛んだんだと言ってるんですよね。 Google も負けてないよということを投資家たちが理解したんだと。これが発表されるまでは自分たちはもしかしたら Google がまだね、検索モードに固執してるんじゃないかという、そういう幻想の中にいたかもしれないけども、こうやってジェミニがワークしてる動画を見ていると、 Google のこのビジネスっていうのが検索とか YouTube だけじゃないことがはっきりと示されている。 Google 株っていうのはだからね、今 AI の競合相手たちに追いつこうとして、だから上がってるんだと言ってるんですよね。で、じゃあね、マイクロソフト、グーグルと来て、残りのアマゾンの株主にとっては競合がすごいことに心配が募るかもしれないけども、そんな心配はさらさら無用なんだと。で、ジェネラティブ AI っていうのはすでにアマゾンのビジネスに深く組み込まれていて、で、アンディ・ジャシーもそのことを言ってたんだと。で、AI を使って世界中の人々が何を欲しいと思っているのか、彼らが自分で何が欲しいか知る前に下手したらアマゾンは分かっていたりする。だからアマゾンっていうのは、顧客が必要なものをその日に顧客に届けることができるんだと。あなたがね、実店舗に行って品物を探して、万引き対策で閉まっているガラスの戸棚を開けてもらって、レジまでそれを持って行って、料金を支払って、その品物を家まで持って帰る、そういう必要がなくなっているこのアマゾンだけども、その背後にはもうジェネラティブ AI が使われている。だからみんなね、もうね、ただただアマゾンでオンラインで注文すればいいとなって、朝注文して、で、仕事に行って帰ってきたらそれがもう限界先に届いている。
そういうことが当たり前になってるけども、その背後には AI がいるんだと。で、ジム・クレイマーね、自分は多くの人と喋るわけだけども、多くの人はまだまだね、ジェネラティブ AI が実際に何を意味するのか理解するのにまだまだ苦労している。で、それはね、自分もそうで、さあこっからどういう世界になるのかな、まだまだね、言い当てることが難しいことになっている。どうやってさらにいろんなことが花開いていくのか。ただ、例えばと、今ね、Amazon のプライムでアメフトの試合を見て、 NFL の試合見てね、そしたらね、Amazon のプライムビジョンっていうやつがあって、それも AI を使っている。で、それはね、 AI が次のプレイこうなんじゃないかっていうのを瞬時に予測して、それを出したりできるんだと。例えば次はブリッツが来るよとか。で、ブリッツっていうのはね、クォーターバックに突進をかけることなんですけども、次はブリッツを来ると AI が言ってて、そしたら結構高確率でブリッツが来たりするんだと。アメフトのコーチが敵に読まれないように考えた作戦を AI はもうね、結構高確率で事前に分かったりする。これも驚異的なんだと。こういうの一つ取ったって、まだまだここから驚くべき未来がジェネラティブ AI によってもたらされることは間違いがないと思うんだと言ってるんですよね。ということで、12月7日木曜日のマットマネーの結論ですけども、ジムグレーマーね、未来は誰もジェネラティブ AI から隠れることはできない。ジェネラティブ AI はここまで自分たちを驚かせてきたけども、これからも驚かせ続けるだろうと。ということは、そのジェネラティブ AI の背後にある株たちも自分たちを驚かせる快進撃を続けるということだと。ジェネラティブ AI っていうのは1年前以上に出てきてね、 OpenAI のチャット GPT が、で、その時はすごく盛り上がったけども、その盛り上がりも終わったんじゃないか、結局砂上の楼閣だったんじゃないか、そう思っている人が多くいる。でも、それはとんでもない間違いなんだよと。ジェネラティブ AI はむしろここからで、ということは、それを支える AI 関連株、それを使ってさらに儲ける AI 関連株、そういう株の上昇もまだまだここからということだと。それを抑えておいてほしいよと言ってるんですよね。はい、ということで、視聴者からの電話を受け付けて銘柄を解説するライトニングラウンドなんですけども、いくつか見ていきたいと思います。まずキャムテックはということで、これね、イスラエルの半導体とか、半導体のね、プリント基板検査装置のメーカーなんですけども、ジムクレイもね、いい会社だと思うけども、株価が高くなりすぎてると思う。 PR38 あるし、買うんだったらちょっと下落待った方がいいと思うよと言ってるんですよね。はい、次、ノババックスはあかんでということで、これね、COVID の時とかね、すごく話題になりましたけども、ワクチンとかやってるバイオテックですけども、ダメだよと。ジムクレイマーね、この株について何かポジティブなこと全然見当たらない、買う理由がないよと。はい、次、アイポイントファーマスーティカルズはということで、この会社の株ね、トーンってここで飛んでるんですよね。で、この会社ね、その名の通り、目の疾患の治療薬に焦点を当てた会社なんですけども、その一つの薬のね、第二層臨床試験の結果が良くて、トーンって飛んでるんですよね。だから、ジムクレイマーね、もうこれ飛んでしまっていて、イージーマニーはここでもう終わっているから、だからここに乗るというよりは、他の会社探した方がいいよと言ってるんですよね。はい、で、最後ですけども、アメリカンイーグルアウトフィッターズは A でということで、これね、アパレルメーカーですけども、ジムクレイマーね、以前はダメだったけども、今はいい状況だと思うよと。ただ、アパレルっていう意味で言えば、自分はアメリカンイーグルよりはアバクロの方が好きだけどなって言ってるんですよね。いやー、株価の動きほんと素晴らしいですよね、アバクロね。ということで、今回は以上です。今日も聞いていただきましてどうもありがとうございました。これからもジムクレイマーフォローしていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。よろしければ毎日マットマネーの解説記事がなる早で届く。メンバー登録もどうぞよろしくお願いします。今回のメンバー限定動画。いやー、ついに第180まで来たわけですけども、ラリー・ウィリアムズのチャートの回があったんですよね。テスラとアップルとディズニー。この先どういう株価の未来が待ってるのか、チャートがはっきりと物語っている。あとは、イールドカーブが示すダウの未来。で、あとはね、債券金利。下がってきてるわけだから、シリーズものの最後の完結編として、生活必需品銘柄。この5銘柄いいよ。で、あと今ね、チャラついたローテーション起こってるけども、十分注意してください。あともろもろありますので、ぜひメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。最後のおまけの英語コーナーです。はい、今回なんですけども、結論のところで、もうね、ジェネラティブ AI っていうのは、
旬を過ぎたみたいに感じてる人いるけども、だけどジェネラティブ AI は自分たちを驚かせ続けてるんだよと言ってるのがこれです。 I know it seems old hat by now, but generative AI just keeps astonishing us. はい、そうですよね。 I know it seems old hat by now, but generative AI just keeps astonishing us. 長男次男どうぞ。I know it seems old hat by now, but generative AI just keeps astonishing us. お化けっていると思う？いないと思う。I know it seems old hat by now, but generative AI just keeps astonishing us. お化けっていると思う？いない。I know it seems old hat by now, but generative AI just keeps astonishing us. はい、言ってますよね。で、今回これなんですよね。Old hat, old hat。これね、直訳すると古い帽子ってことで、ジェネラティブ AI が古い帽子とはどういうことか。オールドハットっていうのは、まあ、直訳は古い帽子なんだけども、時代遅れのもの、もしくは平凡でありふれたもの、そういう意味があるんですよね。で、なんでね、この古い帽子が時代遅れとかそういう意味になるかっていうと、このね、ハットっていうとなんかね、男の人が被るシルクハット的なね、そういうの思い浮かべますけども、一説によるとこのオールドハットっていうのは女の人の帽子っぽい感じなんですよね。昔ね、女の人も一般的によくね、帽子をかぶる習慣があった時代があって、で、その時に帽子のデザインのね、流行り廃りが早くて、で、そのことにちなんで古い帽子っていうと今はもう旬が過ぎたもの、もしくはありふれているもの、そういう意味になったってことなんですよね。ということで、ジム・クレイマーね、ジェネラティブ AI がもうね、旬が過ぎたもののように感じるっていうのを自分わかるけども、だけどジェネラティブ AI っていうのはただただ自分たちを驚かせ続けてるよと、そういうことでしたね。ということで今回は以上です。今日も最後まで聞いていただきまして本当にどうもありがとうございました。 I know it seems old hat by now, but generative AI just keeps astonishing us. I know it seems old hat by now, but generative AI just keeps astonishing us. お化けっていると思う？いないと思う。いない？うん。本当に？いや、いないと思うよ。でも暗いところ怖いでしょ。怖い。なんで？けどお化けが怖いわけじゃない。お化けが怖いわけじゃないんだ。うん、なんかそこに何があるか分かんないのが怖い。ああ、そう。うん。ではお化けっていうアイディアがなんかなんでできたのかも分かんないし。あ、そう？うん。だって意味分かんないじゃん。人の願いみたいなものは残ると思わない？残るってどういう意味で？なんかふわーっと。それがお化けなの？分かんないけど。もしさ、お化けいたらさ、それって生きてんの？お化けだから生きてないでしょ。死んだ人のなんかがこう残ったりしない？残ったりしないと思う。全く？うん。もう死んだらすぐサーンって終わっちゃう？と思う。うん。情緒がないね。お父さんも基本的にはそう思ってるけども、うん、情緒がないわ。情緒ってどういう意味？そう思うだろうね、うん、じゃあ人の思いみたいなやつってもうすぐ消えちゃうの？まあ他の人がまあなんか受け継がれることもあるんじゃない？受け継がれるけども、うん、だけど死んだ人が蘇るわけではない、うん、だって他の人がそれを受け継いだら、うん、まだ生きてるじゃん、その思い、心の中で思いがね。そうそうそう。だけどその人は死んでるよ。そうだね、幽霊とは全然違う話ね、うん、お父さんも本当にそう思います、うん、なんか幽霊な幽霊ってなんかでどうやって呼吸すんのとかさ、そんなこと思っちゃう、うん、だって なんか形ってあるのかなって、なかったらお化けってなんだろうと思うじゃん。そうだね。なんかよく聞くさ、お化けの話ってさ、うん、なんかちょっとしたものを動かす、うんうん、とかなんかいっぱいあるじゃん、うんうん、だけど俺の中で聞いたものは全部なんかお化けじゃない理由でなんかエクスプレイナブルだと思う。ああ、なるほどね。お父さんはちっちゃい時からちょっと不思議だったのがお化けの話で。ああ。まあ大体人の形してるじゃん。そうなんだ。うん、なんか幽霊だけどなんで人間だけなのかなってお父さんよく思ってたわ。だって蚊とか虫とかさ、セミとかも死にまくってるわけじゃん、うん、だなんかお化け出てくんだったらもうお化けだらけになんないかなって、そういう虫とかで。もし全部の生き物がお化けになってたら今パンパンだよ。パンパンだよね。パンパン以上だと思う。そうだね、うん、情緒がないね。しかし情緒って何？情緒ってこう趣だよ。趣、糸あはれだよ。糸おかしだよ。糸おかし。なんかわかんないものいっぱい言われてる。I know it seems old hat by now, but generative AI just keeps astonishing us. お化けっていると思う？いない。
いないの？うん。次男くんめちゃめちゃ怖がりじゃん。うん。なんかテレビとかでちょっと怖そうなシーン出てきたらもう逃げるように行くじゃん。うん。お化けいないんだったらなんで怖いの？ナイトメアになるから。ナイトメアになる？うん。夢で出てくんの？うん。だけどお化けはいないと思うの？うん。じゃあ人は死んだらどうなんの？いなくなる。いなくなる？うん。そこで終わり？うん。人の思いみたいなもんはどうなんの？なくなる。完全になくなる？うん。そこで終わり？うん。情緒がないね。情緒ってわかる？わかんない。いとおかし。何それ？いとあわれ。何それ？